構成済みのスピアナをね、所有するのがね、アマチュア無線化のスタンダードになる時代が来るのかもしれません。実験大好き MNL です。今回のお題は審議的対象外の無線機どうする、 TSS JARD 保証のお願いをする必要があります。タイプによってかなり苦労する場合もあるようです。簡単なパターン、難易度の高いパターン、いろいろと紹介させていただきます。古い無線機復活は簡単なようです。審議的未対応、この審議的ですよね。皆さん今でもね、頭抱えられてる方多いんじゃないでしょうか。まあ実際ね、この辺もだいぶ最近はね、もう落ち着いてきてるようです。具体的な例なんですけど、該当する無線機っていうのが JAL さんで保証を受けてた無線機っていうんですか、まあ、強いて言いますとね、まあ、40年以上前の無線機、この当時の無線機はね、大体 JAL さんの方でね、保証を受けてたと思います。その後に登場いたしました技的ですよね。この技的でも旧技的と言われているもの、現状はね、まあ暫定的にこれらの無線機っていうのはね、使うことができると、しばらくの間は使い続けることができると。いかにも怪しいんですけどね、使い続けてる機械につきましてはね、暫定的に旧技的でもね、使うことができるようになっております。ただしそれらの無線機を追加したり、または新規に開局することにはできないと、ここがねポイントとなっております。で、あとは輸入の無線機ですよね。昔の輸入って言いましたらね、もう本当にね、コリンズさんとかね、ドレークさんとかね、超高級機のね、無線機、皆さん想定されてたと思うんですけどね、最近はね、この輸入もね、ピンからキリまであるような状況です。最近はね、キットでなくて、半歩品ということでね、個人の方々が無線機をね、製作されてね、配布してるような事例も多いと思います。これらのパターン、だいたい3パターンぐらいだと思うんですけどね、この辺をね、重点的に説明したいと思います。実際ね、調べますとね、ここの難易度がね、いろいろとね、あります。ここはね、ぜひともご注意いただければと思います。JARL 保証、旧技的。一番皆さんがね、頭抱えてるようなとこだと思います。無線機としてはね、まだまだ使えるんですけどね、そのままではね、新規の申請ができないと。頭をね、抱えておられる方の9割ぐらいがね、これに該当していると思います。JARD さんの場合は、古い無線機を抜き取り検査されて、実際に測定された結果ね、問題のない機械に対してはね、簡単に保証してくれるような制度を作っております。ここにつきましてはね、非常に簡単なようですね。その当時のね、番号を書けばね、ほぼね、簡単に取るような形です。ただしね、その調査の結果ね、アウトになった無線機があります。これらの無線機がそうなんですよ。私はね、この無線機持ってるんですけどね、見事に引っかかりました。あと結構有名なのがね、102。で、あと意外と痛いのがね、この FT の847。で、何を言いましてもね、この日本無線さんが結構全滅してるんですよ。マニアの方がね、結構お持ちだったと思います。これらの無線機にフィルターとかをね、取り付ければ合格する可能性もあるとなっております。ただしね、フィルターつけただけではダメなんですよ。ここがね、ポイントとなります。問題のある無線機にフィルターを取り付けて、スペアナでね、測定しないといけないと。ここなんですよ。測定しないと降りないと。ですから、ここがね、ちょっと難易度が高くなってるような原因だと思います。で、もう一つありますね。TSS さんの場合はね、紙の方にチェックを入れればね、すべて通過すると。JARD さんと TSS さん、考え方が微妙に違ってはいるんですけどね、この辺はね、許容範囲じゃないかなと思います。どちらがいいとはね、私言い切れないとは思ってはいるんですけどね、周りのね、同感の局長さんにも古い無線機をね、 TSS で出された方、 JARD さんに出された方、 102 とか FT100 出した人知っております。基本 TSS ですとね、通るとは聞いておりますので、ぜひともね、この辺は試みていただければと思います。輸入無線機代理店ありの場合、輸入無線機なんですよね。まあ物事何でもそうだと思うんですけどね、輸入品使うときに日本国内にね、代理店ですよね、こっから購入する場合のパターンをね、まず説明させていただきます。で、まず有名なのがこの無線機だと思います。無線機をね、代理店から購入すると、書類もね、大抵の場合セットでついてくると思います。その中に送信の系統図とか、この辺はね、実際に個人で入手するのはね、非常に困難と聞いております。このようにね、入手のしづらいね、資料につきましてもね、代理店さんはね、ちゃんと確保してあるっていうんですか。まあ、この辺はね、やはり代理店のね、強みだと思います。アマチュア無線のね、
許可されている周波数以外でね運用できないということをね、まあ、証明するためのこの証明書がいると、そういう対策したね状態を写真撮ったりする必要があります。まあ、この辺もねちゃんと書類準備してくれると思います。スペアナがね必要やという判断でしたらね、この辺もちゃんと測定して資料の方も添付されていると。売れてる無線機につきましてはね処理する側もよく知っております。まあ、この辺はねちゃんと揃えるべき書類を揃えておけばすぐに通るとは聞いてるんでね、この辺はね代理店から購入した時のね強みじゃないかなと思います。個人でね輸入するとね各種の書類を自力で準備しないといけないと、ここがね難しいと。お値段しっかりだとは思うんですけどね、正直言いましてね代理店からね購入した方が楽な傾向はね間違いないと思います。輸入無線機代理店なしの場合、まあ今回の本題これなんですよ。特にこの中華製、まあ先ほどの無線機もね中華製だったと思うんですけどね、あの無線機はね中華製でも割合高い無線機っていうんですか、最近流行っております中華製でもね激安の無線機の場合はねかなり苦労すると聞いております。一時期アマチュア無線関係でも大ブレイクしたと思うんですよ。こういう形のね5000円ぐらいのハンディ機たくさんあったと思います。実機を購入されてねスプリアス測定された方も結構おられるようなんですけどね、かなりのね機械がね、まあ、不適合だと、スプリアス的にもね問題が多いような状況がね発覚しております。この辺ねいろんな人に聞いたんですけどね、同じ機械でも購入した時のまあ時期違いっていうんですか、ロット違いでね結構スプリアス特性が違うとね激怒されてる方が多かったです。一時期はね保証がねまあまあ通ってた時代もあったんですけどね、最近はねいろんな問題点が見つかりました。非常にね格安の無線機っていうのはねこの保証を取るのが難しいような状況になっております。ちゃんと送信の系統図も出さないといけないと、オフバンドに対応したということをね、まあ、証明するためのね書類もいると、プリント基板のパターンを切りましたとかね、まあ、いろんなことをね証明するための書類を準備しないといけないと、スペアナで測定した値もねこれ多分つけないとねまず通らないとね聞いております。スプリアス多すぎです。ですから最近ですとね必ずフィルターをつけとけみたいな形でねもう事前にねその型番見るとね指示が来るっていうのも聞いております。であと一つの問題が測定器の方なんですけどね、スペアナ含めて当たり前だといえば当たり前なんですけどね、構成証明がね必要な場合もあると聞いております。配布品、最近変わった無線機をね調達する手段としてね配布品ねご購入される方も多いと思います。まあ実際ねいろんな方々にもねお聞きしたんですけど、基本作者の方がね保証を含めて解決済みになってからね販売するのがね大原則だと聞いております。販布品につきましてもね JARD さんとね TSS さんでもね対応が微妙に異なると聞いております。実際に保証を取るためにね何回もね手続きしているそうです。で書類の方もねすでに準備済みのことが多いとも聞いておりますので、実際に販布品をね購入されるときに保証のね取り方よくご確認いただければと思います。自作無線機ってねもともとはね書類の審査のみで測定結果はねあまり重要視しないような方向だと一時期聞いてはいたんですけど、実際はねスピアノの測定がねやっぱり標準になりつつあると聞いております。どうしてもね書類審査だけだと向こうもね通しにくいと、で通しにくいっていうことでねいろんなことを聞いてきたり、設計した時のね書面を出せとかどんな式を使ったみたいな形でね非常に審査が厳しくなるんで、スピアナのね資料これ添付すればね非常にスムーズにね審査が通過することが多いと、数式だけではちょっと難しいよとね私は聞いております。スピアナ必要、スピアナですけどね昔でしたらね高級な測定器の代名詞だったと思います。まあ実際の話なんですけどね、ジャードさんで保証を受けてた時代、まあ40年ぐらい前の無線機ですよね。であと球技的のね無線機につきましてはね超簡単、スピアナの資料は一切不要だというのがねまあ定説となっております。まあそれ以外につきましてはねやはりスピアナがね必要になることが多いと、これはねどうも最近の傾向はねスピアナあった方がいいぞという皆さん言われております。スピアナのグレードですよね、何メガの無線機をね測定するかによっても違うと思うんですけどね、最近ですとね400メガ帯とかもね対象になることも多いと思います。そうなりますとね、まあ、やっぱり3ギガ4ギガまで測定する必要があるのかなと。ただ最近ねまあそこそこのプロ仕様でもね100万と言わずにねまあ30万、もうちょい低い値段でもあると思います。構成証明を取るというような形でしたらねやっぱりプロ仕様ということでね
最低でも 2,30 万の覚悟は必要なようです。ちょっとガジェット系のね1万円ぐらいのねやつではちょっとね大丈夫かなって私自身も思うんでね、基本的にはねグレード上げた方がいいみたいです。まとめの方させていただきます。保証に関する内容なんですけどね、実際いろいろとお聞きしますとね、日々変化してるそうです。厳しい時もあればね緩い時もあると。まあ相手は人間です。担当者によって若干違うかなっていう話もあるんですけどね、まあやっぱこの辺はね多少ブレる時もあると聞いております。情報収集、あとは情報の交換ですよね。この辺はね非常に重要だと言われておりました。中華製の激安の、ね、輸入品のね無線機っていうのはスプリアス特性がね非常に不安定だと聞いております。完全包括免許、いつ日本にね訪れるかどうか分かんないですけどね、万が一来た場合はね各自でねスプリアスの状況を把握する必要があると。まさに各自の腕が試されるのか、または闇の世界に消えていくのか気になっております。構成済みのスペアナをね所有するのがねアマチュア無線化のスタンダードになる時代が来るのかもしれません。現在ねこの辺については情報収集しております。4月8月ねいろんな無線機がね頒布されると思います。ぜひともねその時までにいろんな情報入手しときたいなと思っております。おそらくお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。